こんにちは高卒認定大学受験生の安藤総18歳です今日は2024年1月13日と1月14日に行われました「独立行政法人大学入試センタープレゼンツ」令和6年大学入学共通テストの自己採点結果を公開していこうと思います。その前にですねまずは皆さん今まで応援してくださった登録者の皆さんありがとうございました。高校中退からね あっという間間の半年間でしたけどとってもいろんなことがあってでも最近はバットはグッドなのかもしれないっていうことについて思い始めてきましたバットや打つそううつ病についての考えをこの動画の最後で話そうかなって思っているので最後まで見てください一緒にね数えきれないほどのセット演習をしたりいろいろと勉強のことを教えてくれた勉強コミュニティの友達とか高校 通体してから出会った友達先輩先生にいろいろねとても助けられて共通テストまでやりきることができましたいや正直あの私の人生はこれ一度きりしかないんで比べることはできないんですけどあのまま高校にいた時よりもはるかに多くのことを学べたんじゃないかと自負しております。なぜ私たちはこう広い無限ののの宇宙であの数十人の 限られた学校っていうねコミュニティをあったかも全てであるかのように錯覚してしまうんでしょうか私たちと同じようにこの宇宙の神秘さに魅力されたかあの有名なね天文学者カール・セーガンは地球から約60億キロ離れた太陽系の端から撮られたこの1枚の写真えこっちに貼ってもらいましょうかね。この写真を見てこんな名言を残しました。 この遠く離れた場所から地球を見ると特に興味を覚えないかもしれないけれど私たちにとっては違うはずだもう一度この点について考えてみようそれはここだここがふるさとで私たちがいるその点の上であなたが愛したすべての人たち知り合いの全員今まで耳にしたすべての人たち人間ならばどこの誰であろうとここに生きてきた私服と苦痛の集大成が何千という自信に満ちた宗教が思想が 経済協議が、すべての資料最終が、最終者が、すべての英雄と臆病者が、すべての文明の創始者と破壊者が、すべての王と小百姓、すべての愛をささきやきう若い恋人たち、すべての父と母、希望の子供すべての発明者や探検家、すべての道徳的な教師、すべての腐敗した政治家、すべての偉人や最高指導者、 全ての聖者や罪人が全てその全ての人類の歴史がここにある。地理の微変さながら太陽の光の中浮遊しながら地球は壮大な宇宙のアリーナの中の小さな舞台だ。このわずかな点のまばたけの支配者となった全ての支配者や皇帝の勝利と栄光の陰で流れ出たおびただらしい血の量を考えてみてほしい。 この1ピクセルの隅に存在する住人がまるで見分けのつかない角の隅に存在する住民に対するその終わりなき残虐行為を考えてみてほしいそれ故に人類は頻繁に誤解し合い殺戮を熱望し強烈に像をし合うのか私たちのおごりが私たちのうぬぼれが宇宙で特権の地位にあるというその錯覚がこの色あせた光に試されているこの惑星は大きく暗い宇宙空間の中に必っと存在する 孤独なシみでしかない。こうも広大な宇宙の中でぼんやりとしていたわ。人類が人類を救うきっかけは外からは来ない。地球は人類の死の中で生命を宿す唯一の世界だ。少なくとも近い将来、人類が地球外に移住できるその時までは私たちに行くあってはない。行き着くことはできる。定住はまだ無理だ。稲が王でも、 しばらくは地球にいるほかない天文学という学問は謙虚に人格を変えられる教えだと言われてきたおそらく遠く離れた小さな国境を見せつける以上に人生の愚かさを実感させてくれるものはないだろう私たちはこの点がより親切に互いを思いやり色あせた青い手を守り大事にすべきだとそう強調しているように思えてならないそれがたった一つ我々の知るふるさとなのだからっていうね この文章は確か高2の時に英語で暗記してそれから血液として体に流れてますなんかまた最近身近な人が亡くなって思、うん、思ったんですけど人ってすぐ死ぬんですよね人生って私たちが思ってるより短いのかもしれませんまだ10代だしって思うかもしれませんけど 10代の知り合いが私の周りでは何人もこの世界から消えてきました生きるのって難しいですね私たちは若者の死因が1位の一位の自殺っていうこの自殺大国で生きているまさに若者の一人である以上目をそらすことのできない問題であると思います痛みや嫉妬の感情って恐ろしいものですね 何が自分にとって大切か大事なのかを考え続けて学び続けないといけないって思いますね小中学生の小中小中高生ですね小中高生の自殺者も去年には500人を超えてしまって過去最多となりました私たちには何ができるのでしょうかあなたは本当にあの人たちに任せられますか私には無理ですね すみませんちょっと脱線しましたけどまずはチリから自己採点の結果を公開していきますえー、と地理はもう勉強終わりなので復習をし,していかないのでどこの問題間違えたとか何が分からなかったとかは分かりませんおり付けしてすぐ捨てちゃいました発表します第1問が20点中20点第2問が20点中20点第3問が20点中16点第4問が 二十点中十七点、第五問が二十点中十六点で、合計が八十九点でした。合計で三十セットくらい。演習したんで、結果が出ててよかったです。なんか、地理って軽く同意してたんですけど、譲れない要素を譲れないことだったり。注意書きや会話文が回答の根拠とか、ヒントになることがあること。どんなに些細な情報でも、ヒントとして与えられていることがある。っていうことを意識してから、点数が安定したので。 地理私みたいに苦手な人は参考にしてみるといいかもしれませんねまずは知識ですけどねはい国語ですあのー、古文漢文現代文の順番に解いたのでこれと同じ順番で発表していきます古文が50点中50点漢文が50点中50点しっかり制読できたのは良かったけどここで50分使ってしまいました そして評論が50点中37点で創設が50点中39点合計が176点でした古文漢文満点は初めてな気がします今まで合計でセンター共通テストの過去問30年分ぐらいやった成果は出たのかなと思います現代文に関しては去年よりも一昨年よりも下がっていってしまって悲しい限りです次回半分次回じ 時間配分ミスりました二次試験のためにこの,式あの反省は持って帰ります噛んでばっかですね英語英語いきます英語のリーディングですね第1問が10点中10点第2問が20点中20点第3問が15点中12点という結果です並び替えを落としてしまいました前に並び替え 間違えた記憶ないです適当に読み間違えました読みすぎましたねはい第4問16点中16点第5問15点中15点第3問が24点中19点で合計が92点です1年前より点数が下がってました第6点の失点は最後の2台で時間が足りなかったとかではなくシラフで間違えました 推察するのを冷静に考えればそうだなって思いますけど本番では正解を選ぶの難しかったです。英語のリスニングは100点でした以上です。